おかえりー。ただいまー。じゃーん。おー俺と結婚式しよう。もう一回やろ。さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今回はですね、あることを僕思いついちゃいました。そのために、一旦、お着替えをしてきます。少々お待ちを。パパパパーン。パパパパーン。パパパパン、パパパパン、パパパパン、パパパン、パパパ、じゃーん。はい。というわけでですね、この衣装は先月ぶりかな、東京駅で写真撮った時以来だと思うんですけども、今回また着ちゃいました。というのも、なぜ僕がこの衣装に着替えたかというと、またまた、りょうさんにドッキリを仕掛けたいと思います。イエーイ。パフパフ。ひょにょ。はい、というわけでですね、僕らはですね、まあ見てない方にお伝えしたいんですけども、東京都の中野区でパートナーシップ宣誓を2018年にしたんですけども、その際で披露宴をあげました。で、披露宴って毎年あげてる人もいるっていう風の話を聞いて、っていうことで僕も毎年っていうのは大げさなんですけども、結婚式をまたあげたいなと思って、この格好で伝えてみようと思いました。で、まあ今こういうコロナの状態なので、今すぐっていうのはもちろんできないとは思うんですけども、落ち着いたりしたらやりたいなっていうふうに思ってて、なので今回は結婚してくださいと言い続けます。今りょうさんは仕事から帰宅しています。それで家に帰ってきたら僕と結婚してくださいっていうふうに言うので、それで彼がどういう反応するかを見てみたいと思います。それではレッツラゴー。ポンポン。ひょにょ。ちなみに全身ではこんな感じです。ちょっとお腹が、お腹見ないで、みんなお腹見ないで。はい。じゃあ帰りを待ちたいと思います。よし、楽しみだぜ。入籍してみたらええやん。トゥ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 。ひょにょ。おかえりー。ただいまー。じゃーん。おお、な、どうしたの。え、なんで来てんの。俺と結婚式しよう。結婚式、うん、やったじゃん。うん、まあもうやったけど、うん、もう一回やろう。もう一回、なんで、え、なんでよ。もう一回やろうよ。え、なんで。まあいいけど、いいけどじゃないけど、なんで。まあとりあえずさ、ちょっとご飯にしていい。お腹すいちゃった。なんでそれ着てんのよ。暇だったの。似合ってる。似合ってるよ。まあまあ、じゃあご飯にしていい。とりあえずご飯、ご飯食べ。はい。てか、頭やばいな。ちょっと、お風呂、お風呂入っていいよ、お風呂。うん。てか、やば。カメラ回ってんのに、帽子外したったじゃん。終了。食べよう。うん。いただきまーす。いただきまーす。あー、うまーい。うまーい。あー、仕事終わりのビールうまーい。うん、食べよう。あー、いただきまーす。おいしい。おいしい。でさ、うん、結婚式をあげようと思ってんのに。どうしたの急に。え、なんかそういう人も聞くからさ。2回目。そうそう、毎年あげてる人、へー、しようかなと思ってて。毎年は大変だね。毎年は大変だけど、うん、できることならば。もう一回。うん。なんで急にそんな思い立ったの。え、いいですか。え、どうしてもやりたいの。うん。どこで、場所とか決めてんの。決めてない。うん。うん。これから。うん。まあでも今コロナのね、今状況だから、うん、今すぐは無理なんですけど。まあそうだよね。まあ落ち着いたらね。うん。どうしてもやりたい。うん、やりたい。どうしてもやりたい。やりたい。いいでしょう。ひょにょ。また計画立てないとじゃん。そうだね。え、前みたいに誰かしら呼んだりとかするの。二人だけで。まあ、誰か呼べたらいいよね。でもなんて言ってすんの。二回目の結婚式。二回目やる。よくするなみたいな感じで思われるかな。ま
そうだね。うん。でも、今度やるんだったら、はい、前回はさ、うちらがこの衣装とかさ、自分たちで探しに行ってさ、はいはい、決めたじゃん。そうだったね。蝶ネクタイとか、うん、このシャツとか、うん、じゃなくて、うん、なんか本当のなんかそのウェディングっていう感じの、した。格好した、白いスーツとかさ。白いスーツ。もう僕これでいいや。なんでよ。せっかくなのにさ。いや、これを着続けていくんですよ。それはさ、年一の写真撮影の時でいいじゃん。この服の時が痩せてた時なの、俺にとって。だから、この服をずっと着ていければ、ずっと体型を保てれるの。今ちょっときついけど。でもそれはさ、うん、普段着ればよくない？普段着んの？普段着て着れるかどうか。これ、週一回動画でこれ着るか。ってこと？週一は多いけど。終了。その定期的に、まあ。あれ翔ちゃん確認中なのかなみたいなさ。ああ、自分の体型。そうそうそう。ああ、なるほど。うん、せっかくやるんだったらさ、うん、ビシッと決めたいじゃん。これもビシッと決まるけど。どうしようかな、じゃあ。うん。どうしようか。なんか、こういうのやりたいとかないの？なんか、うん、僕らさ、その、この YouTube 始めたのって、その、2018年10月31日でさ、うん、その、上げたのがさ、その4日後とかじゃん。あ、そうだね。うんうん。でも、その時、当時はさ、うん、YouTube 始めて4日目とかってさ、もう見てる人、ごくわずかじゃん。うん。もう、10人とかいないぐらいでしょ、そうね。うん。まあ、下手したら10人以下だったかもしれないんだけど、うんうん、今回は、と祝われたいな。あ、みんなに？うん。祝われたい。その結婚式をやってるところを、うん、また動画で出すってこと？動画で出したりとか、うん、それか披露宴っていう名のオフ会とか、うん、あ、それいいね。公開結婚式だ。はいはいはい。うんうん、それをなんかオフ会をなんかそういうテイストでやるっていうのもね。そう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 。いや、面白そうだね。それを、うん、しようか。いいかもしれない。いいと思う。よっしゃー、イエーイ。ね、ひょにょ。いつできるかはちょっと今のところわかんないけどね。でも、夢としてそれ面白そうじゃない？ね、面白いよね。うちらのチャンネルのファンの方たちが、参列者みたいな感じでね。そうそうそう、そうなの、そうなの、そうそう、それそれ。うん。いいね、披露宴に来てもらってるみたいな感じで、うちら登場してみたいな。でもちょっとそんな、来てくれる人は別に堅苦しくならなくてよくて、その別にちゃんとした服とかそういうのじゃなくて、普通に T シャツとかで全然構わないから。オフ会に来てるのと同じような感じで、ね。そう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 、普通の格好でいいから、俺らだけピシッとしてるみたいな。ああ。いいよ。いや、面白そう。ねえ。そうしよう。いいね。今年。今年中できるかな。うん。まあ、状況次第だけどね。状況次第だけど。ちょっとさ。会場探しとかしないとじゃん。ああ、そうだね。うん。どうしようか。やっぱ22かなと。ああ、あの動画でね、何回か紹介してるね。そうそうそう、僕たちが披露宴をやったレストランね。うん。かなと思う。うん。あそこすごくいいもんね。そうだよね。うん。で、まあ、立食みたいな感じになって。ああ、楽しそう。いいよね。いいね。まあこのコロナがずっと続いてるからさ、うん、やっぱり先がちょっとな、なんか楽しみないかなとか思ってる人絶対いると思うから、確かに確かに。だからちょっといいことを予定立てとけばさ、うんうん、ちょっとハッピーになるかなと、うん、いいじゃん。そうしようか。いいね、いいね、やりたい。じゃあそうしよう。やりたい。イエーイ。じゃあちょっとずつね、うん、あの具体的に計画立ててね、会場確保して。いいね。じゃあそうしよう。ね、ありがとう。ね、はい、楽しそう。夢広がるね。そうだよね。うん。終了。はい、というわけで、はい、今回はですね、うん、結婚式をまたしようっていうことでドッキリでしてたけど現実になりそう。言ってみるもんだ。言ってみるもんだね。はい、それをね、ぜひ、うん、まあ見に来てくれたら嬉しいなと思ってます。うんうんうん、まあちょっと予定はいつなるかわからないけどね、うんうん、楽しみにしておきましょう。有言実行で。というわけで、うん、今回ははい、ここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。します。ではまた。うごっ。